和の音をお聞きくださりありあがとうございます。す。鳩岡大輔です、えー、私は北原白秋さんの「思い出より人形作り」と石川啄木さんの「死より繁華」と宮沢賢治さんの「春と修羅」より「春光寿祖」と中原千也さんの「ヤギの歌」より「妹」と高村光太郎さんの「知恵子賞より「もしも知恵子が」 よさのあきこさんのあきこ史修全集より両夜を読ませていただきました、えー。いかがでしたでしょうか。文学なかなかまあ、昔は小さい頃はね習ったりしていたんですが、大人になってなかなか読み直すと言いますか見直す機会がなかなかなくてですね。まあ、今回このような機会いただいていろいろ急に他のものも含め。

湧いて出るような空気感ですとか、その時代感ですとか、あとは何でしょうね。人の心ですとか、そういったものが何らかこの機会に伝われば幸いだなと思います。はい。はい。では最後にですね、和の音ではこれからも様々な文学作品をアップしていく予定でございますので、ぜひいろいろ聞いてみてください。鳩岡大輔でした。